こんにちは、ハッカです。今日の話題は先日アップルから発売されたばかりの Mac Studio についてです。で、 Mac Studio ですね、やっぱりアップルってプレゼンがうまいですよね。で、私も発表直後はちょっとグラッと来ちゃったんですよ。まあ何より M1 ウルトラっていう新しいハイエンドのチップが出たということで非常に話題になってましたね。今までの Mac の据え置きのラインナップからすると Mac mini、iMac、Mac Pro というのがあって、まあ、ちょうどその間を埋めてくるような立ち位置の製品となっているんですよね。まあ Mac の中での立ち位置っていうのはよく理解できました。じゃあ自作 PC ユーザーとしては Windows 機と比べてどのような立ち位置なのか気になりませんか？Mac Studio の価格ってだいたい25万円から50万円くらい、まあ、構成によってはもっと高額にはなってしまうんですけど、今 Windows 自作 PC のボリュームゾーンっていうのもだいたい同じぐらいのところにあるんですよ。価格が近いと性能も近いのかなっていうような錯覚も生まれてしまいますよね。でもちょっと待ってほしいんですよ。 CPU とか GPU の性能がどれくらいなのか、まあ、しっかりと Windows、まあ、Intel だとか AMD、NVIDIA、まあ、そういったものと比較していくことが大事だと思うんですよね。まあ、そうすることで本来の立ち位置というか、まあ、どのくらいの性能と、まあ、コスパなのかっていうのが見えてくると思います。まあ、Apple のプレゼン見て、そんなにいいんだったら買い替えようかなとか、私みたいにちょっとグラッと来ちゃった人、まあ、一度冷静になってみましょう。それでは実際に比較していきたいと思います。では行ってみましょう。ではまず CPU の性能を比較していきましょうか。で、 CPU の性能を一覧にしたサイト、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、今回は CPU モンキーというサイトをちょっと参考にさせてもらいました。で、シネベンチ R23 という Windows でおなじみのベンチマークソフトですね。こちらの結果を見ていきます。アップルの製品って結構ギークベンチでのベンチっていうのが、まあ、先行してリークされたりとかレビューされたりっていうのはあるんですけど、まあ、シネベンチで比べることで、まあ、より正確にどのくらいの立ち位置なのかが分かるのかなというところですね。で、結果はこちらです。ドン。だいたい M1 ウルトラで、まあ、シングルコアが1500ぐらいで、マルチコアで24000ぐらいという結果になりますね。で、これを、Ryzen や、Intel のコアシリーズのハイエンド機と比較していきます。まあそうするとですね、まあこんな感じかというのが見えてくるんですけど、まずシングルコア性能。これはですね、現行のアルダーレイクには全然及ばない。また Zen 3にも及んでないということです。で、特に Intel のアルダーレイク S、これのシングルコア性能っていうのはズバ抜けてるんですよね。実はこの M1 ウルトラというチップなんですけど、まあ、それまでの M1 MAX を2つつなげた構造なので、シングルコア性能っていうのは全く変わらないんですよね。で、 M1 系のシングルコア性能ってまあどこも似たり寄ったりっていう感じです。ただマルチコア性能で見ると M1 ウルトラかなり高性能に見えますよね。まあ、インテルや AMD でも最上位機種に迫る勢いです。まあ、セカンドグレードとかと比べるとそれでも M1 ウルトラの方が勝ってるっていう感じです。ただまあ完全なハイエンドまでは追いつかなかったなっていう見方もできますね。まあ、ちなみに M1 ウルトラではなくて M1 MAX の場合だとこのマルチスレッド性能っていうのはちょうど半分になります。では続いて GPU の方見てみましょう。これがですね、簡単に比較できるサイトがちょっと見つからなかったんで、まあ、ギークベンチの、こう、メタルの数字、これをちょっといろんなところから引っ張ってきてます。で、結果としてはこんな感じです。ドン。M1 ウルトラ64コアって一番いいやつなんですけど、メタルのスコアがだいたい9万ちょいなんですよね。で、これと非常に近い数値を持っているのが、RTX 2060スーパーという結果でした。で、現行の中では RTX 3090っていうのが一番いいんですけど、まあ、これだと倍以上のスコア差がついてしまってるんですよね。あれ？と。いや、そうなんです。実はですね、現行の RTX 30シリーズだと全然及ばないんですよ。
一つ前の世代の RTX20 シリーズと比べてやっとかなというところです。まあ、もっと言えば、まあ、ここにある RTX2070 スーパー、これと比べても M1 ウルトラの GPU 性能って若干劣るかなっていうぐらいなんですよ。ちょっとこの結果残念ですよね。まあ、もともとゲーム用途では使えないマシンなので、グラフィックボードの性能を高めて FPS を出そうとかっていう用途ではないんですけど、これだと動画編集であったりとか 3DCG だとの、まあ、クリエイティブな作業、これにも結構影響出るんじゃないかなと思ってしまいます。まあ、実際の運用とか現場ではそんな困らないっていう方が多いのかもしれませんけどね。まあ、なんだかんだ自作 PC ユーザーってこういう数字の魔力、ベンチマークの結果に左右されちゃうんですよ。まあ、そういうところは悪い癖ですね。では、大事な部分としてコスパについても考えてみたいと思います。もう M1 ウルトラを積んだ Mac スタジオっていうのは最低ラインが約50万円なんですよ。で、50万円あれば、まあ、自作 PC ではかなりのハイエンド機が組めます。 CPU は Core i9 の 12900K、GPU、グラフィックボードに RTX3090 を搭載して、まあ、マザーボードの価格を抑えたり、他のパーツを、まあ、しっかりとコスパのいいものを選んでいけば、50万円くらいになります。でも、SSD とかメモリの容量、これは、Mac スタジオだと増設するとすごい高くなるじゃないですか。それに比べて、自作 PC だとそこまで、高騰しないので、まあ、そういう部分でも性能を出しやすい傾向にはありますね。とすると性能差、コスパ考えてもやっぱり Windows 機、自作 PC に軍配が上がるかなというところなんですよ。じゃあ M1 Max を搭載した一番下の Mac スタジオ、これと比較してみたらどうでしょうか。まあ、大体価格が25万円くらいで、25万円くらいの自作 PC ってどんな構成だと思いますか。これがですね、結構いいんですよ。 CPU は Core i7 の 12700K が詰めます。でそこに RTX3060 あたりが積めるんですよね。で他のパーツとかをしっかり押さえていけば RTX3060Ti なんかも狙えますし、場合によっては3070いけるかな、ちょっとそこまで厳しいかなっていうぐらいの価格帯です。と最小構成で見てもやっぱり自作 PC の方がコスパはいいんですよ。まあ、もっと言えばショップブランド BTO の方がもっと上のスペックを同じ価格で目指せるっていう傾向にもありますね。ただ今自作 PC のコストパフォーマンスもかなり下がってるとも言えるんですよね。まあ、具体的にはやっぱりコストが上がってしまってるからですよね。パーツの高騰、特にグラフィックボードがまあ高止まりしてなかなか値段下がらないでいます。でしかも性能はまあちょっと向上はしてるんですけど、多くの方がそこを求めてないっていうのもあって、まあ、ニーズがマッチしてないなっていうふうにも感じるんですよね。まあ、Mac でも Windows でもそうですけど、ハイエンドになるほど、まあ、かけたお金と性能のバランスが釣り合わなくなってくるので、まあ、どうしてもコスパのいいマシンっていうのを追い求める傾向にはあります。さて比較をしてみて Mac スタジオが、まあ、実際どのような方に向けた製品なのか、まあ、こちらを考察していきましょう。ここでは M1 ウルトラと M1 Max それぞれのモデルで大きく違うのかなというふうに見えるんですよ。まず M1 ウルトラのモデル、これはですね、Mac じゃなきゃできない作業があるんだけど M1 Max 積んだ MacBook Pro じゃ物足りないよっていう人向けです。まず前提が Mac であるべきっていう考えの方ですよね。まあ、ファイナルカットだとかロジックなんていう Mac オリジナルのソフトを使わなきゃいけない人っていうのも当然ですし、まあ、iPad や iPhone との連携も考えても MacOS って素晴らしい出来なんですよ。まあ、そういったものをしっかり活用していきたいっていう人はこの Mac スタジオっていうのを視野に入れてもまあいいのかなと。でこれまでのハイエンドが MacBook Pro の M1 Max だったことを考えると、デスクトップで拡張性が高くて、まあ、さらにそれよりもいいチップを積んだマシンが出てきたっていうので歓迎する方っていうのも多いと思います。ただコスト度外視の方、こちらに関してはこれから Mac Pro が出てくるみたいなんですよね。
だそれを待つっていう選択肢も大いにありなのかなというところです。そして M1 Max モデル、これの魅力っていうのはその価格にあります。 MacBook Pro の14インチモデル、ここにあるんですけど、これ最小構成の MacBook Pro 14インチで、これのチップが M1 Pro なんですけど、これを M1 Max に置き換えた場合、それだけで価格が34万円になってしまうんですよね。それがスタジオだと25万円ぐらいで済むので、まあ、結構価格差ありますよね。まあ、ディスプレイやキーボード、マウスはもうあるよと。で、拡張性も結構欲しいんだよねとか、もう絶対持ち歩かないよという方は Mac Studio っていうのは結構コスパのいいマシンに移ることでしょう。でもこの MacBook Pro もやっぱり持ち歩けるっていうのが最大のアドバンテージなので、まあ、ここをどう捉えるかですよね。ちなみにこれ M1 Pro っていう、まあ、下位のチップで良ければ、あの大体24万円からのスタートなので、まあ、Mac Studio よりも安く買えますし、まあ、これで 4K 動画の編集もできちゃいますからね。まあ、あんまり性能高くなくてもいいよっていう方に関しては MacBook Pro おすすめかなというところですね。では最初の疑問に戻りましょうか。 Mac Studio は自作 PC で見るとどんな立ち位置なのか。答えは価格を考えると微妙というところでした。でまたですね、 PC とか、まあ、Mac でも Windows でもそうなんですけど、これを買うとか使うっていう上で用途が決まらないとか、ちょっと曖昧なことって多くないですか？これ私の例なんですけど、もともと私は2014年モデルの MacBook Pro 1台でやっていた時期がありました。でそこから動画編集をやりたくなって、その MacBook Pro じゃちょっと性能が足りないなということで、まあ、その当時コスパも良かった自作 PC を組んだわけですね。で自作 PC 組んですごく性能の向上をまあ感じたとともに、まあ、動画編集もしっかりできるようになったら、今度あのゲームもできるようになったんで、幅広い使い方ができるんだなというふうに感じるようになりました。でそこからデスクトップキーをメインでずっと使ってたんですけど、やっぱり持ち歩けるっていうところも欲しいなと思って、 MacBook Pro をこの2014年からこの2021年モデルに買い替えたっていう経緯があります。まあ、これで家にいても外にいてもある程度の作業ができたり、まあ大体のことはこなせるかなという環境が揃ったんですよ。あと良かったのは Windows と Mac の両方の OS をちゃんと使えるようになっておくっていうのも大事かなと。やっぱりどっちかでしかできない作業ってあったりするんですよね。なので、まあ、今現在のこの環境を考えると、仮に全くゲームをやらないと仮定したとしても、この Windows と Mac の2大体制っていうのを続けたいかなと。 Mac Studio を買うっていう選択肢はないんじゃないかなっていう結論に私自身はなりました。皆さんはいかがでしょうか？今回の Mac Studio についての考えだとか、自作 PC、Windows と比べてどうなのかっていうところ、ぜひあのコメントに書き込んでみてください。そういった意見の数々もすごい参考になるので、ぜひお待ちしてます。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。ではでは。